自分はあの上回転に対してのドライバー苦手なんですけど、はい、下回転ループは、ね、なんかそこそこできるんですけど、はい、上回転来た時にドライブが苦手で、その時のイメージとしてその回転とミートって何割ぐらいのイメージで打ってたんですか？あ、自分は結構回転8割、7割、7、まあ、8割ぐらいのイメージですね。でしっかり回転、はい、前に打つときもそうですか？スピード系と、スピード系を打つときはそれが7対3とかにちょっとやっぱり変わってはくるんですけど、でもカウンターってなると自分こう、まあ、ほとんどこうスマッシュ系のミートで打つのがあまり得意ではないというか、どっちかというと回転をかけていく方がやっぱやりやすかったので結構そっちに寄ってしまうんですけど、なんかその自分の武器っていうのは相手のボールを利用するのが自分で言ったらなんですけど結構あの上手い方ではあると思ってるんで、その相手のボールに対して自分の回転も少し加えてあげるとやっぱちょうどよく入るっていうのが自分の中であって、それで回転重視っていう形になってます。試合の動画見てると、はい、キュッてかける時と、はい、結構後ろからパーンって打つ時があったんで、あ、そこは区別は結構意識してるのかな。そうですね、やっぱ打点が落ちてしまうともうそこからはかけてあげるしかないので、あのドライブ系になるんですけど、ただ相手のボールがちゃんと飛んでくるとき、手前で失速するようなドライブ飛んでくるボールに対してはこう下げな上げなくても最初からもう上がってくれてるんで、そういうボールに対しては結構まあ、ドライブ6か7ぐらいのちょっとミート系ちょっと強めでっていう形にはなります。でもいずれにしてもドライブ打つときはちょっと回転が多めで、そうですね、ミート強めっていうのはあんまりやらない。自分はやらないです。はい、スマッシュ打つぐらい、はい、スマッシュも結構完全なスマッシュってあんまり使わないんですよ自分は。はい、なスマッシュの時は何回ぐらいですか？スマッシュも何割ぐらい、でもやっぱり 6回転とかですかね。あ、であんまりドライブと変わらないイメージで、はい、そうですね。あ、